はじめまして、もしくはこんにちは、ゆっくりだよ。前回のスーパーやダイバーの実況が終わって、ようやく平和な世界で、農作業したり、ファンシーなキャラと戯れられると思ったらこのざまだよ。あ。右の人は前世で航空機の副座に座ってた人で、この世界では石膏だよ。いい笑顔だね。というか、ゲームの説明まだだったね。これはメダルオブオナー、ライジングサンっていう、アメリカサイドの二次対戦 FPS だよ。あばばばばば聞こえないよ。いや、プレイディアの実況しようと思ってたんだけど、近所のリバティで売ってなかったから、家にあるもので間に合わせようと探したら、ニコ動でほとんど上がってないの、これだけだったんだよ。でもまあ、前世のボスみたいに、弾道ミサイルをっかけて、バルカンで落とせみたいなこと言われない。と思いたい。マジで？私、被弾イコールヘッドショットだからもうおしまいだね。救いはないね。脳筋アサルトである私、終了のお知らせである。でも水飲めば回復する世界らしいね。よっしゃ、作戦開始だよ。でも、アメリカサイドの二次大戦ってことは、やっぱり始まりはあれだよね。ちなみにセーブデータがないと、さっきのブリーフィング抜きで、いきなりここから始まるよ。はい、予想通り真珠湾攻撃です。そしてこっちは受け側、もうなんかここで死ぬ気しかしないよ。この世界の私の立場は胡蝶らしいよ。名前はジョー、ゆっくりグリフィンだよ。こんなのちょろいよ。ほい、ジャンプ。ぼ、防火扉。押す。押す。うお、私相手も美味しくならないよ。うん、どこから消火器出したかって？言わせんな、恥ずかしい。あー面倒だけど、助けないと後味悪いしな。よし、これで大丈夫だよ。ついでに消火剤もかけてあげるよ。よし、ここは私に任せてお前は先に行くんだ。お前人のものを。やるじゃない。じゃあゆっくりは先に進むよ。Save us! Use the boat!
通信って西部のことか。司令部に報告することって言ったって。あつ？うま？くらいしかないよ。とりあえず打電したけど、なんかサメの話してたよ。こんなの見せられて、甲板に出ていくと思ってるの？バカなの？死ぬの？いや、私がだよ。誰だよ、ウォールドエクスペリエンス使ったやつ。感情もらったけど、せっかくだから私はこの固定銃弾を投げて。しかしすごい数だな。これ、もう無理だよ。でもやらなければならないところがゆっくりの暗いところだよ。とか言ってるうちに外敵が見えたね。死にたくないからゆっくり霊撃するよ。ほい、霊撃終了。しかし機銃の音がうるさすぎて、ゆっくりの声が聞こえてるか不安だよ。魚雷と爆撃が精神的に応えるから、なるべく救急艦爆と救難艦を落としたいけど、正直狙って落とすのは無理だから、真正面に乱射せざるを得ない。簡単に火がつくな。というか一発で確実に火を増えて、4発以上当てれば落とせるな。いける。ああやっちまった。でも今のは理不尽だよ。絶対こっちの弾が当たってたって。これいつまで続くんだよ。機銃とコントローラーが振動するせいで、うくむしばみの腕タクタクさせながら、腱鞘炎も心配しているよ。マジで？早く言えよ。絶好が報告を怠ってどうすんだよ。でも、やっぱりヨライフラウのは気分良くないから潰しちゃう。ギクンギクン。なんか心なしか体が軽くなったような気がする。いや、明らかに安定感がなくなってる。うん、後方にあんこが散らばってるね。もう半分じゃないですか、いやだー。長すぎるだろ。というかこの船すげえ頑丈だな。こんだけ食らってもなんともないぜ。あーなんかまた魚雷食らったけどもういいや。早く終われよ。間が持たないよ。
風はゼロ。ロケハン言うな。やばいよやばいよ。このままだと小話の死活でも言わないと、本当に飽きられちゃうよ。というか私自身、もうグダグダだよ。もうさっさと沈んじゃえよ。あばっばばばばば。いや、ちょっと待てよ。うわ、私の体力低すぎ。というか瀕死じゃないか。船が沈む前に、ただのアイスの塊になっちゃうよ。うわぁ、とうとう体力ゲージ点滅しだしたぞ。おかしいだろ、これ一面、というかチュートリアル的なものじゃないの？私、チュートリアルで死んじゃうの？いや、お前確かページング持ちだから、助かる可能性あるじゃない。由来を攻撃してしまう。というか前世の弾道ミサイル的な何かを感じてしまう。うひゃこははは、は殺せー、殺してくれー、嫌だー、F2 戦液タウン SHFG。 やったー、森崎くん吹っ飛んだー。やっと終わった。しかしこの被弾数である。なぜ生きてるし。そしてなんか勲章もらったけど、正直どうでもいい。次回もこんな状況だったら倍速編集か、キングクリムゾンか、ゲーム変更だよ。ということで、今回の実況はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回カッコハテナもよろしくお願いしまする。こんにちは、ゆっくりだよ。いきなりだけど、絶望した。ゲーム変更しなかったことに絶望した。なんだよその理由。最悪だ。そのジャパニーズ調理器兵団と戦うの、私なんだよ。絶対に許さないよ。逆に考えるんだ。その能力があれば死なないと。というか、バニラの私より全然マシだよ。そして今回の実況、実は真珠湾とフィリピンまとめて撮っちゃって、動画時間が長くなったから分割したせいで、短い上に、すごい手抜きなんだよね。すごく痛いよ、そこは引っ張らないでね。さ、作戦開始だよ。ブボボボボボ、ババッババ、ゴブゴババグエ。はぁ、あ、はぁ、あ、これでゲーム終了。タイトル変更だと思ったのに。でも機銃100発くらっても死ねなかったし、これくらいじゃ死なないことくらいわかってたよ。助かった結果がこれだよ。これじゃ前回とほとんど状況変わってないよ。もっとゆっくりさせてよ。
いやいやちょっと待て、めっちゃ揺れる小型船から、基準一問で敵が異変態どうにかしろとか。ああ、なるほどね、これって VR シミュレーションみたいなものか。よっしゃ、安心したらやる気出たよ。しかしこれはやりにくいね。まず煙が水ぶちぶちで敵が見えない。で、撃たれて気づく。そして迎撃しようにも、基準の旋回スピードが遅く、デッキはすでに離脱行動に入っている。ロケハン映像見たけど、あれ、どう考えてもおかしいよ。というかあの日本兵たち、あれ絶対フィールドに湧いた瞬間から、こっちのこと認識してるよ。でもたまに変な行動するよね。オラオラ、無駄口叩いてないで応戦だよ。というか、機銃回しすぎだね。これは前回みたいに、下手に動かすより、ある程度固定した方がいいかもわからんね。うん、言いたいことはわかる。でも、もっとはっきり言ったらどうかな。どうせ下手だよこの野郎。でもやるしかねえんだよ。おーおー、悪い感覚はエネバーバリバリバリ。逃がしちまった。まあ、今さら戦闘機の一機や二機どうでもいいよ。おーおーおー、ガガガガガバリ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 。なんだかんだ言っても、割と落としてるんじゃね？どや？無線がやられた。船が損傷した。銃座が故障した。そして、お前、全部なんとかしろ、である。なんだよ、前世から待遇1ミリも良くなってないじゃないか。でかいのが沈んだと思ったらアリゾナかよ。後の歴史建造物である。しかし感傷的になって眺めている暇なんてあるわけもなく、デッキ来襲である。もういい加減帰ってくれ。マジで？よっしゃ、バリバリするお仕事続行だよ。これアリゾナも沈むよ。お空に浮かぶ黒いやつ、全部敵機だろ。でもなんか、仕事終わりました感が漂ってるな。次はネバダか。こっちも有名な感だよね。確かなかなかいい判断した感だし、助けるのもやぶさかじゃないよ。バリバリバリ。仕事帰りのサラリーマンモードでも、容赦しないよ。でも、あまりにも高高度だと当たらないね。仕方ないね。まあ、今後、敵さんの状況を苦しくするために、ここで嫌がらせのごとくバリバリするよ。いや、待て落ち着け。アイアム、ジャパニーズ。敵はアメリ。いやいや、これは VR シミュレーションだよ。はは、何の字になってんの？おーおー、ガガガバリバリバリ。ネバダちゃん、相変わらずいい動きをしていたね。いやいや、やっと帰ってくれた、だろ。
I hope none of you ever see a day like this again. Or nobody will ever know what it was like. But maybe the ones who lived through it. You just be damn sure you don't forget the ones who didn't.撃墜数51か。まあまあなんじゃないの？え？これプラス24機？無理だよ。後で石膏の人がゆっくりとってね。ということで、今回の実況は以上ですが、この後ムービーがあるから、ゆっくり見ていってね。ご視聴、ありがとうございました。December 7th, 1941, 10 in the morning. The United States suffers one of history's most devastating surprise attacks. With 2,403 dead and her once invincible Navy decimated, America is forced to join the conflict already raging in Europe and Asia. Prior to Pearl Harbor, the Japanese war machine had swept across China, cutting off American aid.And then pressed on into Burma with limited resistance. At home, Japan was building up a seemingly superior naval fleet, led by some of the world's largest aircraft carriers. But Admiral Yamamoto's prediction had come true. The aftermath of the Day of Infamy had indeed awakened the sleeping giant that was America. As the Emperor's armies march toward the Philippines, the United States takes action.知らないよ。それどころじゃないよ。これ見ろ。いきなりわけわからんダメージもらっちまった。てめえ、うん？ブラザー、ブラザーじゃないか。うん、私も嬉しいし、状況説明してくれるのはありがたいけど、気持ってないで、攻撃に参加しろよ。ああ、だからお前、私からトンプソン奪ったのか。畜生、これで私もガーランドで祈るしかないのか。まあ、連射速度もなかなかあるってある。でも、ミニにリロードできないのは、絶対に許せんよな。しかし、イモイモ効果と、前衛の勇者様のおかげで、今のところ問題ないな。というか、この日本兵たち、決まった位置で伏せるな。美味しくいただかせてもらいますよっと。だから当たる距離まで突っ込むんだよ。ほうほうガガガバリバリバリ。しかしお前、よく一人でこんなところに石膏出れたな。マジで？初耳だぞ。左下のやつ、昔見たことあるな。なんか額の古傷が痛むよ。そして右下のやつも見たことあるな。おい、石鹸包んだタオル用意しろ。しかし、このメンツならなんとかなるな。よく仲間にできたな。うん、わかった。じゃあ、邪魔だからそろそろ帰ってね。とか言ってるうちに、右側片付いたよ。しかし前衛の勇者様たち、どのうってばかりじゃないか、行くしかねえ。そうい。
よっしゃ、派手に行ったな。もう一発行くぞ、ファイアーインザホール。よし、突っ込むよ、ゴーゴーゴー。て普通に生きてるじゃないか、重傷くらえ。親方、上から日本兵が。まだなんか左上にいるな。ほら、落とし物、うまうま。え、あ、そんな目標あったっけ。まあいいや、これだな。 OK OK、 突撃だよ。いてえなこの野郎。おい石膏、敵いるって先に言ってよね。ごめんね、部品見つけたから許してね。部品取ったら敵さん湧き出したな。死にたくないからきちんと片付けるよ。マジで？さっさと直して一緒に進軍するよ。さすが戦車、歩兵にできないことを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる、だからべったり張り付くよ。まあそうだよね。でも、強力無敵戦車の支援が受けられるんですから、楽勝っすよ。ちょっとびっくりした。敵さんなかなか装備いいね。よしよし順調だね。誰だよ、日本兵超怖いとか言ってたやつ。うん、なんだあや。か、神風だー、神風が出たぞー。ふう、危なかった。違う意味でおっかないよ。おっと戦闘機だ、戦車シールド。よし、いやよくない、神風だ。しかも二人もいる。あーやっちまった。うわ、またかよ。クレイジー。ハッチの人の協力もあって今度はしのげたな。マジで強力戦車だな。もうクリアしたも同然じゃないの。なんか後ろでしっかりエイムしながら戦うのも、ぼちぼち楽しいね。何より火ダメが激減するから、精神衛生上実にいい。でも安定しすぎも考えものだよ、動画的な意味で。おー怖い怖い。でも見ろよ、あいつ棒立ちだぜ。
ら、ここに敵がいるって報告があったな。ファイアーインザホール。かかったな、バカめ。結果オーライだよ。突撃突撃。射精物なんかに頼ってんじゃねえ。見えた、そこだ、ワンショットワンキル。いきなり至近距離になったらミスショットしちゃうよね。私もよくあるよ。危ねえ、ハッチのやつ、無敵だからって気を抜きすぎだよ。この無茶ぶりと、プレッシャー、どこの世界の上官も同じだな。しかしここから戦車なしか。しかもこの世界、自動回復ないから、やたらと突っ込めないしなぁ。というかこの世界って北区の意味あるの？まあもうどうでもいいや、ゆっくり進むよ。しかし前方の小屋の二人が鬱陶しいな。グレネードいっぱいあるし、使うか。そうい。なんか音が遠いな。もう一発いっとくか。おかしいな。ちゃんと窓には入ってるっぽいし。よし、試しに向こう側のドアを狙ってみよう。狙ったところには行ってるっぽいな。あ、これもしかして。ああ、壁に反射しないで貫通してるっぽいな。もういい、突撃だよ。黙れ、石膏。ああ、畜生、グレネード全部投げミスってるじゃないか。気をつけろ、罠だ。もう最初からこうすればよかったよ。やっぱりトンプソン返してよ。まあ、この世界だと、集団率と装填数が良くないって聞くけど、やっぱり突っ込むのにセミオートは不安だよ。なんだ誰もいないじゃん。ビビって損したよ。お、敵がまた湧いてるな。ゆっくりいただきます。ラジャー、それじゃ行くぜよ。今強力戦車見えたよ。
敵？ああ、そういうこと。突っ切れと、戦車の前を。やるしかねえ。どや？どや？どや？やった、セーブポイントだ。とりあえず今回の実況はここまでだよ。ご視聴ありが。なんだ石膏？え？今さら返されても困るよ。何打てばいいの？コードスマイル？うん、大好きさ。そういうことか。やるしかねえ。健康流用日本ゆっくりを舐めるなよ。神風、見せてやるよ。あばばばばば、硬すぎるよー。なんだよこれは、モーメント特性。バッハだ、ファイアーインザホール。こんにちは、ゆっくりだよ。今日もフィリピンで、イモイモするお仕事が始まるよ。いや、録画終わった後で、神風アタックしてみたら、これが意外といけたんだよ。でも、十字砲火に固定銃座が加わると、どうにもならないね。まあ、今回はあまりにもイモりすぎたから、ところどころ倍速編集しちゃったよ。細けいことはいいんだよ、作戦開始。というわけで、前回に引き続き、鉄通信施設を叩きに行くよ。石膏のおかげで、道順はバッチリだよ。ゴーゴーゴー。お前がそうしないと死ぬって言ったんだよ。お、第一日本兵発見。いや、トンプソン返せよ、と言いたいが、実際使ってみたら、リロード周期が早すぎて、結局銃でぶん殴ってたよ。というわけで、イモイモ加速タイムでございます。というわけで通信施設に着いたよ。例によって中のやつは気づいてないね。
よっしゃ、通信施設制圧完了。早速ブロマイド探すよ。どこ？どこ？あー、この箱か。そいや、誰このおっさん。絶対に許さないよ。そしてここから再び芋加速だよ。セティグアはここか。うん、こいつ、何やってんだ？ギルティなんか銃声聞こえるな。まあいいや、お宝が先だよ。これか、早速叩き壊すよ。なんかもういいや。お、タチション野郎の周り、物資だらけじゃないか。なんか嫌だな。そしてさっきの銃声、向かいの建物の2階か、降りてこなさそうだし放っておこう。ところで警備管銃が欲しいな。でもこのトンプソン、本当に集団率悪いからな。階段登り切ったところにいるな。ケツの穴、増やしてやるぜ。なんだこれ？まあいいや、クリアリングだ。ゴーゴーゴー。いや、いや、待ておかしいだろ。絶対こっち見えてないだろ。上陸戦車か。でもグレネードでどうにかなることがわかったから、もう怖くないね。
やすいよ。やられる前にやる。これ見ろ、ビームなんて必要なかったんだよ。よっしゃ、歩兵は片付いたな。次は戦車だよ。めんどくさいからもうこの場所からボンバーマンでいいや。銃にはなれないね。残念だね。戦車いるじゃないですか。やだー。ってことは強力無敵戦車じゃないですか。やったー。あれ、お前戦車持ってたんじゃないの。あ、あの白 T はブラザーじゃないか。芋虫やめて。今度は無敵戦車に引きこもりか。ははは、こやつめ。爆破の合図を送る前にセーブしておこう。この戦いが終わったら、ブラザーと一緒にマムの手料理を食べるんだ。乗り物射撃っすね。最悪だ。動いてないものにしかまともに当てられないんだよ。こっちも向こうも動くとか無理に決まってるでしょ。
なんかさっきも同じこと言ったような気がするけど、そんなことはなかったぜ。ゆっくり歩いていこうよ。ダメだよね。神は言っている。この辺でエイムしてたらいいことがあると。どんなこと言うんだろう。先でゆっくり歌おうと奏でるの。なんかブラザーがもっと押されてるみたいに見えるけど、まあなんとかなるだろう。今さら戦車程度でこのびっくりはビビんないよ。グレネードで砲塔ねじ切っておもちゃにしてやるぜ。Listen, son, I'm sorry about your brother. Brother, we got a damn tough job done. And most of us made it out alive. He was a good Marine. You can't ask for more than that. Oh, 割と食らったり外したりしてたけど、まあまあじゃない。マジか。でも丁寧にやれば全然いける数字だな。というか、真珠湾の飛行機75機の方が鬼すぎる。あと少しが厳しいんだよね。ということで今回の実況はここで終わりですが、ムービーがあるのでゆっくり見ていってね。With American armed forces now fully engaged in war, Japanese occupied South Pacific islands are feeling the pressure. But hopes are crushed for a swift allied victory in the Philippines.After a long, bloody battle, General MacArthur is ordered to retreat. Thousands of troops are left behind and forced to surrender. The enemy now controls the Philippines. MacArthur vows to return. In a bold offensive move, the United States prepares to land 10,000 troops on Guadalcanal, a relatively unknown island, where a strategic airfield is under construction by Japanese forces.こんにちは、ゆっくりだよ。ようやく地獄のフィリピンから脱出して、司令部でゆっくりしてるよ。あらら、マジで？でも激戦地2カ所で任務遂行した上、ブラザーも死んじゃったから、さすがに最前線とかはないでしょ。南の島と言われても、リゾート的な発想は微塵も湧かないね。ああもう位置的に最悪だよ。もしかして私、嫌われてる？
Listen up, Marines. The mission is to soften up the enemy before the main assault at dawn. We land across the beach, proceed to the airfield, destroy an ammo dump, eliminate any remaining resistance, sit tight till our relief arrives. Any questions?なんてこった、パールハーバーとフィリピンの次は、ガダルカナルかよ。いい加減後方に送ってゆっくりさせてよ。いやいや、だとしても死んでいいとかそういう考え方は良くない。そして今回の装備はスプリングフィールドか。あー早速来たな。しかしこの距離だと飛行機ない方がいいな。この後多分ジャングル進軍するんだろうけど、スコープ照準でボルトアクションとか、絶対ミスチョイスだよ。おい、ちょっと待てよ。サイドアームハンドガンだけのスナイプ装備でどうしろって言うんだよ。おお、ジャパニーズ神風。待て、あそこの焚き火、誰かいるな。でもさすが日本兵、ワニのいる川にも躊躇ないな。よし、でももうこんなところいられるか、私は降りるぞ。あーでもやっぱりこの装備は問題だよ。隊長が持ってたシャッガンと交換したい。やるしかねえ、神風、見せてやるよ。オラオラ、弾も飛ばせるコンボを食らえ。敵、皆殺し。私、お前、殴る、勝つ。はは、下手くそ。この棒、弾も飛ばせる。見本、見せる、お前、死ぬ。はい、敵さんがいっぱいいるから神風終了。きっちり片付けるよ。何それ美味しいの？まあいいや、ゆっくり鉛玉食らっていってね。というか、こんなところで神風したら、チキンじゃなくて、フルメタルまんじゅうになっちゃうよ。いや、その発想はおかしい。こんな狭いマップで、4人以上相手に突っ込んだら、あんこと弾丸の総特会だよ。というかなんだ右下は、フルメタル極道とかなんだよ。またわけのわからんものを持ってきやがって、絶対に許さないよ。うお、なんかいっぱいいる。木陰に入らざるを得ない。そりゃ大変だ。というかこんなところに突っ込ませようとしてたのかよ。もう嫌だ。この世界からさっさとおさらばしたいよ。ハックユー、ぶち殺すぞ、石膏メガ。とりあえず見える敵は倒した。あとは、行くしかねえ。と思ったら、敵3号と下げってるな。しかもここって銃弾の裏側じゃないか。こりゃ楽勝だな。うっまい。と、あの侍ソード持ってるやつが証拠だな。なに、近寄らなければどうということはない。ちょっと食らってしまったな。情報資料？なにこれ？なんだ。勲章用アイテムか。でも、命中率と被弾数の条件がめんどくさいから、後で石膏がゆっくり勲章集めてね。はいはい下手ですいませんね。あとそもそも腕なんてねえよこの野郎。いら。もういいや。それより流れで船に戻っちゃったけど、もう降りたいよ。狙いにくいし、それに、ゲロロロロロ。やめて、バスで吐いた子をいじめるようなことはやめて、ってそれどころじゃないよ、敵襲だ。
そしてこのリロード、ジャングル無理だよ。え？おい、デイビス、しっかりしろ。わ、ワニだ、ワニが出たぞ。デイビス、あんなにおっぱいが好きだったデイビスが、こんな簡単に死んじまうなんて。畜生アニメ。味方はもう上陸済みか。私もワニの餌になる前に、さっさと陸に上がるよ。OK だよ、この野郎。ああ、大規模戦闘の予感。でもこの装備じゃ突っ込めないから、味方をデコイにするよ。うお、眩しい。なんてこった、おっぱい好きのおばさんに奪われちまった。とは言っても、ぶっ込んだら負けかなと思っている。頑張れ勇者様たち。なんだ、味方超強いじゃん。もうこいつらだけでいいんじゃないかな。いぜのこの野郎。お前もが、勇者様たちの邪魔すんな。サクサク音が聞こえると思ったら、なんかすごいことになってるな。ちょっとタフってレベルじゃないよ。おっと、ちょっと前に出すぎたかな。しかしマジで私いらなかったんじゃない？ほんと石膏は言いたい放題だな。てめえもロケハンで人間にフェーズアウトしまくってただろ。あれ、超卑怯だよ。しかもこの前、バニラの私に同情したオプムシからつけられた能力が、賞賛だったよ。15分以内にクリアしないと、私、消滅しちゃうんだよ。はいはいわかりましたよ。しかしデコイゲくんゲくん、隊長たちのおかげで大怪我せずに済んだな。そして情報資料2つ目ゲット。あと3つか。でもこれ読んだりできないの？え？私戦闘？いやいや、シャッガン持ちの隊長が戦闘だろ。常識的に考えて。あーもう畜生。私の棍棒をねじ込んでやる。いぜぇ、そうだよ。あれがスナイパーライフルの正しい運用だよ。突撃の時に持つものじゃないよ。うお、鎖骨がか。隊長、そのシャッガンでなんとかしてくれ。るわけもないので殴らざるを得ない。間違ってる。絶対間違ってるよこの戦術。くっそ、そして隊長、これ、絶対待ち伏せされる側になってるよ。あーやっぱりな。隊長、私は下がるんで、デコイよろしくっす。うん、これだよ。これが正しいフォーメーションだよ。しかしいい加減味方が怖くなってきたよ。あいつ、脇腹刺されても余裕で笑ってたぜ。後ろが追いつですよっと。じゃあ、後ろからとか、てめえ本当に侍かよ。しかしすげえな侍ソード。一撃で体力半分持っていかれたよ。まあそれ以上に、あれを2発食らっても半笑いの味方がすごいよ。あ、こっちみんな、怖いよ。もう何も言わないよ。最高のデコイだよ、お前たちは。ああわかった、お前なら何人の日本兵が来ても大丈夫だな。そしてここからは、ガニー隊長との二人旅か。というかマジで先行してくださいよ。それかぶっ飛び替えてくださいよ。そうだな、グレネードもいっぱいあるし次からは使おうかな。あと、タコツボ兵は回復アイテム落とすから、場合によっては便利な敵だね。
モノミヤグラは死亡フラグ。か、神風、テトラカーン。うわ、リロードするの忘れてた。ふう、危なかった。しかし隊長は何をやってるんだ？援護が全然なかったような。もういいよ。一人でできるもん。よっしゃ、これで入り口は片付いたな。ゴーゴーゴー。お、ショベルの下から足が見えてますぞ。ケンケンさせてあげよう。思ったより数がいるな。でも、距離がある上開けてるこの場所では、圧倒的にスプリングフィールドが有利だよ。ち、グレネードだけか。あ、隊長いたんすか。気づかなかったっす。オーケーオーケー。とっとと行くよ。突撃突撃。気づくの遅いよ。何やってんの。よし、情報資料も取ったし、ずらかるよ。やった、隊長、いや、全然ダメだった。これはひどい。了解だよ、隊長、あと一息ですよ。もっと働けよ。あとはセーブポイントまで走るだけなので、とりあえず今回の実況はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。あ、隊長、そこで休憩しないでもうちょっと、走ってください。ガダルカナルから、愛を込めて、実況のゆっくりだよ。あー、微妙に違和感ある場所だな。よし、ここはグレネードで決めよう。オーケーオーケー、ゴーゴーゴー。うお、隊長かっこいい。でも、何を撃ってるんですか？マジか、マジだ、ファイアインザホール。ナイス爆殺。今回はちゃんと働いてるな。お、タコツボ発見だよ。左手は添えるだけ。そうい。でも、たまに変な方向にバウンドすることもあるよね。三重持ちか、危ない危ない。上？やってくれたのー。シュート勤務。そうなんだよね。でも、そもそもエイムが苦手な私には、なんともないぜ。当たる距離まで突っ込んで、物理で殴ればいいんだよ。隠蔽なってないよ、おら。外したかと思ったけど、結構効果範囲広いね。またわけわからんところ撃ってるってことは、タコツボか。
マジで目だけはいいな。隊長、私と武器交換して、絶好でもやった方がいいんじゃない？ひでえこと言うな。というかお前らの笑顔も、少なくとも清らかではないよ。いら。お、隊長が後方に何か見つけたみたいだね。何なんだよ、何がやりたかったんだよ。あ、もういいや、その調子で頑張ってください。絶好、てめえ、次回実況するゲームのフラグ勝手に立てないでね。というか、Sコン動画なんて山ほど上がってるだろうが、来世は平和な世界に転生するんだよ。よっしゃ、突撃、ガガガバリバリバリ。しかし今回は隊長、本当に役に立ってるな、離婚的な意味で。あー、失敗した。やっぱり塹壕屋屋内はグレネードや火炎放射器で一回は消毒すべきだね。あー、そうかい、ファイアインザホール。しかした国防すぎだろ。正直さっさと突っ込みたいよ。いやあ、我慢できねえ、突撃だ。なんだよ、弱いな、お話にならないよ。我々は大変な勘違いをしていたんだ。つまり最初から銃なんていらなかったんだよ。まあ白ディールでは英雄だったし、近接の方が強いのは確定的に明らか。あばばばばば、痛いよ、死んじゃうよ。水。結果オーライだよ。資料も手に入れたし、次だ、次。え？隊長？なんで先にいるんだ？スクリプト脇？ようやく着いたか。じゃあ、さっさとお掃除するよ。なんか後ろでも交戦してるけど、弾が飛んでこないし、隊長が肉の壁になってくれてるのかな？今の何？神風？一郎？隊長のビッグバンアタック？冷静な分析ありがとう。さすがドラム缶。古来より、転がる、押される、爆発するの三拍子が揃った神技だ。ああ、なんかそれがもう一つの特殊任務らしいね。でも、発電機壊して大丈夫なの？暗くならない？わかったよ、私、邪行様並みに暗いの苦手だしね。これで心置きなく壊せるよ。危険って書いてあるね。では、遠くからグレネードを投げてあげよう。よし、ここらはあらかた片付いたな。あと、全然関係ないけど、ハンドガン使わないのには、訳があるよ。これ、本当に弱いんだよ。命中精度と速射性はいいんだけど、威力が致命的に低いし、装填数が8発と少ないよ。その上、近接アクションが遅いから、ライフルのストックで殴った方が、被弾を抑えられる。ような気がする。まっすぐ行ってぶっ飛ばす。右ストレートでぶっ飛ばす。まっすぐ行ってぶっ飛ばす。右ストレートでぶっ飛ばす。縮小目、
こんなところに豆鉄砲と、ボルトアクションのスナイパーライフルなんて持たせやがって、しかもなんだよ。このクロスヘア、太すぎるんだよ。スネークは、武器の現地調達できるじゃねえか。サイレンだって、基本逃げればいいし、空に至っては普通に戦えるじゃねえか。こっちは、この武器と、ガニー隊長だけで、敵殲滅しないといけないんだよ。オラオラコンボをくらえ、ブンブンブン。黙れ鉄砲、これが本物の C2C だよ。ゆっくり味わってね。そういえば、後ろで銃声聞こえてたな。悪い日本兵はいねがおっと、これはひどいところに当ててしまったな。恨まず成仏してくれ。狙わないんじゃない、狙えないんだよ畜生め。チェルノブイリにいる森蔵と違って、こっちは一般歩兵なんだよ。だから当てやすくて、長く苦しむ胴体や足に当てるんだよ。ああ、屋内戦はなんとか終わったな。でももうめんどくさいし、尺もやばいんだよ。突撃だ、ゴーゴーゴー。戦車もいるのか、動く前に壊さざるを得ない。ああ、もうじっとしててよ。殺せないじゃないか。無駄。さて、戦車破壊のお時間がやってまいりました。動いてない戦車なんてただの鉄くずだよ。って、ほうとう動いたし、びっくりしてグレネード落としてしまった。でも、動いたところでここまで近寄れば、あとはカバディしながらグレネード、余裕でした。砲塔壊せば動かなくなるし、無駄なことはしないよ。このまま一気に突破するよ。さっきからスプリングフィールドの弾が大量に落ちてるけど、100発しか持てないんだよね、これ。ああ、了解だよ、ガニー隊長。やだ。何これかっこよすぎる。ああ、これはやばい。今いろんな汁が、ゆっくりの頭の中からにじみ出たよ。デストロイ、デストロイ。ガガガガバリ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 、ガニー隊長、これ、絶対撤収した方がいいよ。はい、2名様、ご案内いたします。ああ、もう終わりか、もう15分これを打ち続ける動画でいいんじゃないかな。まあ確かにあれはあれでしんどかったな、って。また面白そうなものが置いてあるじゃないですか。よっしゃ、一挙やってみっか。いいぞベイベー、逃げるやつは日本兵だ。手数多すぎるだろ、これ。まあいいや、逃げないやつはよく訓練された神風だ。ほんとがだるかなるは地獄だぜ。うはははは。しかしちょっと待っていただきたい。これ、下手したら押し切られるぞ。この弾丸の雨の中でも、確実に当ててくるとか、鋼の精神力だな。Well done, Griffin. Now we got this airfield secured, we can get a foothold on this island and start pushing the Japanese back. We're through retreating, lad.America's back in this war. デイビス、ロボトニー、仇は討ったぞ。やった、勲章来た。正直被弾数で引っかかると思ってたんだよ。
マージン7発か。タコツボの一連射食らったら終わりだな。あとはラストの銃座で運悪いと終了だね。そのための石膏だよ。ゆっくり索敵してきてね。ピクン。ということで今回の実況はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。When John Adams formed the Marines in 1775, an entirely new method of warfare was born. Unlike armies that marched cross-country to battle, the Marines were amphibious, launching their attacks with shore landings. In the decade before World War II, the Marines began to truly develop their style of combat. This preparation paid huge dividends in the early days following America's entry into the war.Guadalcanal was taken and secured with almost no loss. However, swift Japanese counterattacks led to a tough and costly campaign to hold the island. Despite the brutal climate and high number of enemy troops, the Marines, aided by U.S. soldiers and local inhabitants, were finally victorious. Later in the war, the Marines and their unique battle tactics would prove invaluable.こんにちは、ゆっくりだよ。なんか更新がすごく遅くなっちゃってすみません。だからってゲームじゃなくて、生演奏とかしてるから、編集時間なくなるんだよ、このウジ娘。ファック、こっちはヘンダーソン基地で、ピストルピートにボコられてる最中なんだよ。まあ次回からは、もっと早く更新するとか言ってるけど、信憑性は、現政権の支持率以下だね。I don't imagine any of us got much sleep, so I'll spare the small talk. This is the situation. We managed to take the airfield, but we haven't pushed the Japanese off the island yet. Still delaying our repair crews with artillery from the west, and they hit us hard last night, as you can tell.Headquarters is calling that artillery position Pistol Pete. We can't use this airfield with Artie firing at us all day and all night. I want that damn Pistol Pete taken out. Raider Patrol say there's a Scott and some Coast Watchers in the area. Been on the island since the start of the war. Keep an eye out for them. They could be of some help. Brooks and Thomason are your squad. You take care of them, Corporal. You shut down that artillery no matter what it takes.よし、新人と一緒に榴弾砲を壊しに行くよ。いいこと考えた。トマソン、お前敵の中でブローニング乱射しろ。Fuck you. はは、サノバビッチ、もう知るか。私の友達は銃だけだよ。このガーランドすごいよ。さすがスプリングフィールドの弟さん。ラージャー。まあ鼻から芋るつもりだったけどね。お、早速湧いてきたな。あれ?ここってそんなに長いの?ならやっぱりトマソンたち、デコイにしないとダメだな。なあに、被弾なんて、慣れれば耐えられるようになるよ。むしろ帰って耐性がつく。ゴーゴーゴー。まあ、意識しなくても取れるって。お前のチームのデブが言ってたな。しかしヒルとはいえ、ジャングルでアンブッシュしてる連中叩くのは面倒だな。でも、今回はガーランド装備だし、負ける気しないよ。というか、マジで使いやすいな、ガーランド。いやいや、コンボーとしての性能、というかモーションも、ガーランドとスプリングフィールド同じだろ。もうこれ一本あれば、スナイパーでもバーバリアンでも何でもできるよ。でも、ガニー隊長が持ってたシャッガンが、欲しいです。おーのー、とか言ってる間に片付いたね。突撃だ。おっと一人残ってたか。ガーランドかっこ棒の強さ、見せてあげよう。おやおや、
丸見えじゃないですか。そんな卑猥な敵兵は、鉛玉でお仕置きですぞ。いや待て、ちょっと私の言い分を聞いてほしい。胴体や足に当てれば、敵が一撃で倒れないことが多いから、サイド弾をぶち込める。つまり命中率稼ぎのために、あえて頭を狙ってなかったんだよ。なんだよくそったれどもめ。ジャングルの中で、サーマルなしの肉眼なんだから、当てただけでも褒めてよね。実際射精物だらけの場所で、突然脇して突っ込んでくるやつの頭なんて狙えないよ。あばばばば。ビットル大佐、ビットル大佐じゃないか。いや、私ファイブじゃないし、無理だよ。とか言ってる間も、ちゃんと新人働いてるな。私は先に進むよ。はい、先に進む前のお掃除タイムでございます。はは、踊れ踊れ、ガガガガガガガ。もうこいつを頭に取り付けたいよ。こいつで最後か。楽しい時間が過ぎるのは、早いものです。うわ、まだいた。てめえ、ゆっくり塩味わえとか、私のセリフ取らないでね。なぜ目の前で頭打たれてる味方がいるのに手伝わなかったし。君の仲間の命が危険だ、キリ。いやいや私の命が危険だったんだよ。絶対に許さないよ。それ、お前がつけたあだ名じゃねえか。最悪だ、いじめ、かっこ悪い。ビキビキ。Take a look. あらら、味方が捕まってるな。ちょっと様子を見てみるか。うお、バット打ちやがった。死ね。お言葉に甘えて、ゆっくりチキンまんじゅうになりますよっと。しかし、さっきの証拠を、確かに頭に当てたと思ったんだけど、全身全力疾走してたな。何それ怖すぎ笑えない。でも、そのパーフェクトソルジャーたちも大体片付いたね。捕虜解放の前に、クリアリングという名の物色だよ。マジで?やった!これでゲームジャンルが変わるね。念願のマシエトを手に入れたぞ。これどうやって使うの?ファックユー、いるかこんなもん。エンチャント剣とか考えた私がバカだったよ。捕虜のこと、完璧に忘れてたよ。早速このナタでロープを切ってあげよう。ああやっちまった。二人ダメだったか。ミスターリー、お前は男の中の男だったぞ。お、生き残りのロンパリ気味のおっさんが、榴弾砲破壊手伝ってくれるみたいだね。しかし今回は、マーケン部隊や、ハリソンに加え、口の悪い部下二人カッコブローニングの日もいるし、後ろで見学してるだけで良さそうだね。え? Fuck you! ブルックス、ブルックスカッコガーランド持ちがやられちまった。モーガニー隊長が新人二人とか言ってる時点で、クラブビンビンだったけど、これは仇討ちせざるを得ない。でも、
死に際の一言もあれだったな。まあいいや、ご冥福をお祈りします。サノバビッチ、ああこの伝説のアイスマシートの出番か。なんとこいつは攻撃力16なんてないんだよな。おっと、ここか。じゃあおじいさんはちょっと芝刈りしてショートカットしたついでに榴弾砲制圧しちゃうぞ。日本兵もそうだけど、お前らゆっくり連呼しすぎだよ。何遍も言うけど、セリフ取らないでね。正直否定できないし、するつもりもないよ。勝てばいいんだよ、勝てば。何この開けた斜面。真正面から言ったら、榴弾食らってあんこジュースになること確実だね。新人二人とも行ってしまったか。なんとも現実的なことだ。なんて言ってたら、ハリソンがサクサクされてるじゃないか。さすが捕虜の生き残り、タフだな。というかこいつもパーフェクトソルジャーか。チキンチキン言うけど、ジャパニーズソルジャーは基本的に、こっちタゲってくるから、デコイがいても怖いんだよ。弾丸が、ラムダドライバーのごとく、射兵物貫通してくるし、しかも難易度最大だと、適正、全員精度100の小島キャノン持ってるみたいになるし。だから、私は、祈り、死にたくない。おやおや、いいんですか？そんな素敵なものをいただいてしまっても、ボンボンするお仕事、楽しみです。私のリロードはレボリューションだ。ふん。あらやだ、なにこれかっこいい。はは、神風どもがゴミのようだ。ほれほれ、ボンボンしちゃうよ。おっと、サイドからですか。残念、2名様ご案内です。おやおや、戦車ですか。戦闘力53万の私に真正面から来るとは、少々侮辱を感じますが、まあいいでしょう。あひゃ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 、ボンボン。え？もう終わりですか。口ほどにもなかったですね。ノー、モア、ウォー、平和、大好き。あれ？結構サクサク進んでると思ったんだけど。尺やばいの？でもペース乱さず慎重に進むよ。ゴーゴーゴー。あばば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 ば。来てよー、来てよー。畜生め、鼻の穴が増えたじゃねえか。いやいや、さっさと言えよ、石膏てめえ。あーもういいよ、フルメタルまんじゅうの神風、味合わせてやるよ。オーケーオーケー。よし、覚悟完了、川を渡るぜ、ゴーゴーゴー。もちろんですとも。へへへ、いい的だぜ、ゴー、バンバンバン。はい、お掃除終了。このまま敵拠点に突貫だよ。え？まだ先あるの？ということは。おいおう、次回は最初から最後まで、パワーオブジアンコを使わざるを得ない。あいつをコロコロしたら、セーブせざるを得ないな。ということで今回の実況はここまでです。ご視聴ありがとうございました。おいバカ石膏溜まってるな。